皆さんこんにちは it ビジネスアナリストの深田萌恵です今回は森批判は菅総理のスキャンダル隠しとオリンピック潰しなんだということについてお送りしたいと思いますその前にいつもご視聴ありがとうございますチャンネル登録そして通知設定ベルマークチーンってお願いしますで今日は、えー、動画の最後に今日のトレーナーを紹介しろというふうに言われたので、えー、最後にちょっとだけ紹介します で今回の話、あの、森元首相がですね、えー、女性のことをなんか言ったらですね、炎上しちゃったっていうことなんですけど、もうなんかね、今の時代、女性がどうとかって下手なこと言うと、なんかすごく叩かれそうで怖い時代になりましたね。で、まあ発言の内容はともかく、まあこのタイミングで何、なんでこんなに、 あの叩かれてるのかなーとかいろいろ思うとタイミング的にはやっぱりね菅首相の息子さんが10月から12月にかけて総務省の役人を一人4万円の料亭に連れて行ってもう大接待してタクシーチケットまで配っちゃっていた高級チョコレートもお土産に渡していたというあれをごまかすために出したのかなと思います。 でなんでそう思うかっていうと多分森さんの出現は出入りであると思うので <laughs> いつでも出現叩こうと思うとやりたいタイミングで叩けるような気がするんですよね。だってあ,のあ,あれが出現だったら日本中のおじさんは毎日出現してますよ。ということです。で <laughs> なんか「いやそれさ女性としてあんなこと言われたらどうなの?」って言われたらね まあその多分あの全文読むとなんかもうディスったり褒めたりディスったり褒めたりでトータルで見ると、うん、ちょっと褒めてるみたいな感じなんだけどそれにいちいち反応していると結構日本中のおじさんあんな感じなのでえー、っと別になんかそれよりも気になるのは、まあ、菅総理の息子さんがですね あんだけその自粛しろ自粛しろとか言って総理が言っていた割には、まあ、総理自身もね3ヶ月で100回以上会食しまくっているんだけれども、まあ、息子も省庁の,の人間を接待してなんか収賄みたいなことをやってるっていうのがねああもういつまでに毎日やんのって感じがしますしった。であのー それとね今回森元首相を叩いてる人たち見ると小池百合子さんと、まあ、平井拓也さんとかデジタル担当大臣のねあと菅さんとかなので、えー、やっぱりこのディープステートセットが一斉に叩いてるっていうのがちょっとなんか気になるんですよね。であとが国,際国際的な、ね、批判も浴びて森卸をやる っていうのははこれはねね多分ね日本にオリンピックやらせたくないというディープステートの考えがあるんですよ。でなそれ何かっていうと、まあ、今年っていうのはアメリカのその,あの、ね、経済 GDP を落とし日本の GDP を落として中国に躍進させてあげなきゃいけない年なのにオリンピックなんか開かれて日本が儲かっちゃうのは ちょっと困ると思ってる人たちが一斉に叩いてるんじゃないのかなみたいなそういう邪推をしてしまいました。で今回のこの話ねもうあのそして総務省の武田大臣もですねうちの役人が宅地けもらって申し訳ございませんでしたみたいな感じで謝ってるんです。 ででこうなるとですね謝ってないのってえ菅総理だけじゃねみたいな僕の息子が接待しまくって、えー、総務省の役人をなんか接待付けにして申し訳ございませんでしたみたいな謝罪の一言も出てないのは菅さんですよねみたいなふうに思ってしまった。えー 42歳の女子でしたみたいな「<laughs> お前で自分が女子って言うな」みたいなね厚かましいんだよみたいな感じかもしれませんがはい42歳の女子はそういうふうに不満に思いましたみたいな感じです。でお前が謝れよって思ってるんだけれども、まあ、菅さんは自分の失態を隠すためにですね、まあ、森さんに批判をの方向先をこう向けたと。 森さんんってターゲットにすするの簡単だと思うんですね。多分森さんはあの今今時の女性が「え何それ?」って思うようなカチンとくるようなことを多分それ多分ね何だろう普通のおじさんだと思うんだけど普通のおじさんは結構あの言っちゃうような感じだと思うんですけれど、まあ、そのレベルだと思うんですよね。 その、さ、なので森さんはいつでもターゲットインできるから今叩いてみた。ちょうどいいから使ってみちゃったっていうのが、まあ菅さん、メディアに強い菅さんの思惑ではないんでしょうかということです。で、まあ今日はまあこんなもんで、まあここからは私のあの、 この <laughs> トレーナーの紹介ですね。もうなんかトレーナーを紹介するのか、何か番組の一環になってしまったんですけど、今日はね。なんかあのこれ収録してるの土曜日なんですけど、今日仕事してたらなんか急に眠たくなっちゃってなんかね？ソファーで横になったらそのままなんかねえ。40分ぐらい寝ちゃったんですよね。これ結構私昼寝するって珍しいんですけど。 でなおその話は何なんだっていうとだから今日私はなんかあの全然なんかメイクしなくって今ちょっと眉毛を描いただけの顔ですいません <laughs> で。で今日着てるのはあのこれですよ。さささんんんでですねすよい,しょほっいくない 樋口優子ちゃんの樋口優子ちゃ,んちゃんづけてお前友達かよ」みたいな、えーとね、絵本作家の樋口優子さんの狐のの、えー、宇宙飛行士のトレーナーナですでこれ私もう当んねめっちゃ気に入ってしまってもう最近あのお出かけ用のトレーナーでトレーナーで出かけるなって思うかもしれないんですけどお出かけ用のトレーナーとしてはこれが。 一番大好きです。で、猫ちゃんもねあるんだけどね。猫ちゃんもあるんだけど、まあキツネちゃんとあとねイモムシ <laughs> が好きなんです。で、まあ、これはグラニフじゃないんだけど、まあグラニフっていうあのトレーナーじゃなくて T シャツのあのメーカーが ですねコラボ製品がいいっぱい出てるんですでもうこ,こ,この半年ぐらいちょっと買いすぎちゃったからもう買わないんだけれどウルトラマンシリーズとかミッフィーシリーズとか結構いいのがあってまあよかったら皆さん買ってくださいで私がこのグラニフ最近買い始めてる理由は。 あのユニクロをちょっと卒業しようと思いましてそういった関係で、えー、脱ユニクロそしたら着るものを何を着たらいいのかわからなくなったからじゃあなんかグラニフにしとこうみたいな感じでした。これはグラニフじゃないですということで今日もありがとうございました。じゃあねー。